長時間労働やパワハラなど、職場での問題に弁護士や社労士が答える全国一斉の電話相談が行われていますはい、この電話相談は毎年6月に全国一斉で行われているもので 兵庫県では弁護士や遺族らで作る過労死等防止対策推進兵庫センターが窓口となっていますセンターによりますと新型コロナウイルスの感染状況は落ち着きつつあるもののテレワークなど職場環境の変化により20代、30代からの過重労働などの相談が増えているということです 相談は当事者だけでなく家族からも可能で弁護士や社労士が対応することで労災申請などが必要な場合速やかに手続きにつなげられるということです。 テレワークであったりとか、さまざまな働き方っていうのが最近、できてきているというところであの、労働時間の管理というのがなかなか会社もできていないというところで、気づいていないうちに過重労働になっていたというような問題が多発しているのかなと感じています。少しでも違和感を感じたらあの、ぜひ気軽にお電話いただきたいなと思っております。相談はきょう午後4時まで。 591の番号で受け付けているほかご覧の番号で面談の予約もできるということです。